やっぱり出てくるのかい。はい、じゃんけん。はい。はいはい。はいはい。気持ちよさそうに死に当たってるから取ろうと思う。ねえ。はい、いい子だ。そしていつもここに残っちゃうのね。ワンちゃん。ワンちゃん。ちょっとここに出入れちゃうから行っちゃうの？あ、そこで決めとかないで、ジャン君。スイッチがあるよ。そりゃそりゃ。かわいい、ジャン君。はい。じゃあ、こうなこうなか。はにゃこうにゃか。くしゅくしゅ。はい。はい。はい、ジャン君。いいかね。はい、ジャン君、ジャン君。はにゃこうなか。かわいい。はい。長っ。めちゃく長い。はい。はい。じゃあくん。はい。はい。でしたな。うん。ちゃんは日に当たってぬくぬくだね。うん。ぷかぷか。ワンちゃん、昨日は足の間っていうよりはちょっとお尻の上に乗って寝ていますね。ワンちゃん。ずっとね、朝まで寝たいね、ワンちゃんね。お正月3日になりますので、これはい、めでたい。タイじゃないけど、ね、まあでもタイに似てるよね。なんだったっけな、あの箱には書いてあったけど、ね、忘れました。前回、前々回の、放送を見てください。そしてお頭付き、お頭付き、これに書いてあった。これをさ、上手にこうやって姫かさこレイアウトすると、うん、タイのように見えるってことですね、きっと ね、 ね、似てるからそうしたんだろうね。かさごって書いてあった、うん、いいね、ジャン君、今あげるね。これどうやったら上手にさ、2人分になるかな、ね、前と後ろだろうな。こ、いや、こういうふうにはこうやってこう半分になったらいいんだけど、まあね、うん、なるかな。ちょっとまな板とかないからな、ここ。開けてみよう。ジャン君、ジャン君が、ジャン君、何何できました。ポンちゃん、くん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 、ポンちゃんもおいで。ポンちゃんは暗いところにいます。よし、もうちょっと明るくする。明るくなった。よいしょ。ポンちゃん、ちょっと美味しい匂いがするよ。本当だ。これはいい匂いだわ。君たちはたまらんわ。ねえ、めっちゃ人間も食べられそうないい匂いがします。うん、あ、切れちゃった。ほぐしちゃえばいいんだ。あ、そっか、ほぐしちゃえばいいのか。うん、よいしょよいしょ。その方が食べやすいかな。うん、はい、こっちからも出てきた。出てきた、出てきた。出てきたね、出てきたね。よいしょよいしょ。お顔も食べられるのかな。食べられそう。めっちゃ柔らかい。はい、なんか、はい、どうぞ。影が2つ近寄ってきました。はい、どうぞ食べて。
美味しそう、すごいいい匂いです。あら、ガツガツ食いますね。本当だね、美味しいんだね。よかったね、ジャン君。はい、おめでとうございます。これで三が日終了ね。さすがにもう混んでないね。はい、列はないです。ゆっくり行けますよ。これでいいんじゃない？だるまお炊き上げ。勝手に置いていいの？そうなんじゃないのかな。でもこほら古い。収めてください。だから。胃の明神水はそこなんだって。でもよくわからないな。増えていた気がする。ここの坂が老人にはちょっとやばい。この祠は何だろう。萩生田とかって違う、千手観音まで書いてある。女岩、男岩ってあって、何をどうすればいいかは書いてないね。手を洗えってことかな。